大体2分でわかる忍びの一時。忍者がいなくなった時、それは真に世の中に平和が訪れる時だ。心を殺せ。来週は期末試験だ。非常に危険な試験だ。死亡事故に至る場合もある。必ず殺す。私がスザクを叩く。あなたがあいつと戦ったら確実に殺される。これより期末実技試験を行う。制限時間内に他の生徒の人格を手に入れれば合格。始め。スザクの言った通りだ。逃げろ。シンバル様、なんで殺した？どうしてキシンバル様の平和を壊した？人を殺していい理由なんかあるわけない。辛くても我慢するんだよ。それしかないんだよ。それがお前の正義か？お前のことは嫌いだ。でも人殺しにはなってほしくない。みんな考察。自分もボロボロなのにずっとつきっきりだったんだよ。どういうことだ。何のために俺たちは。お取り込み中失礼します。お前にはまだやってもらうことがある。何なりとお申し付けくださいませ。スザク様。